セサミストリートの登場人物とは、アメリカ合衆国と日本のセサミストリートに登場する人物。2007年頃のボブ・ジョンソン、1969年頃から出演している。1975年頃のバーフィー・セイント・メリー、1970年代から出演していた。2008年頃のリリー・トムリン、電話のオペレーターの担当だった。2007年頃のロス・コー・オーマン、 ゴードン役として知られている。マット・ロビンソンは、1969年から1972年まで、初代ゴードン役で担当。ルイス役として知られているエミリオ・デルガード、マリア役として知られているソニア・マンザーの1988年に、第40回プライムタイムエミー賞に登場した、シャーロット・レイ、1970年代にモリーとして演じていた。 ミスターヌードルとして活躍している、ビリアーウィンヌードルさんの弟として知られている、マイケル・ジェッター・ミス・ヌードルとして知られているクリスティン、チェノー・エス・ヌードルさんの兄として知られているダビード・ディグス2008年の第4135話で海賊の船長を演じた、ティナフェイ1971年頃、ラファエルを演じたラウル・ジュリア1990年代に、ルーシーを演じたルース・バジー他にも出演している女優。 俳優、歌手などが多数いる。ありがとうございます。